オレグこの年子は、トルクメンソビエト社会主義共和国、レバプシューチャルジョー出身のロシアの宇宙飛行士である。妻のタチアナミカイレバナこの年子との間に、息子のアンドレ・アレグビッチこの年子と、娘のアリサ・オレゴブナこの年子がいる。趣味は読書、チームスポーツである。この年子は1988年に、 ニコライ・ジュコーフスキー・ハリコフ航空大学を卒業し、機械技術者となった。この年子は、ロシア連邦英雄及びガガーリンメダルを受賞している。卒業後、この年子は、ロシア連邦宇宙局の中央設計所で、働き始めた。彼は、システム設計、分析、宇宙船の電力システムの開発等を行った。デスティニーを漂う。 この年後1996年3月29日、この年後は宇宙飛行士の候補に選ばれた。1996年6月から1998年3月まで、ガガーリン宇宙飛行士訓練センターで宇宙飛行士としての訓練を受けて、1998年3月20日に試験宇宙飛行士に選ばれた。1998年10月、彼は、 国際宇宙ステーションの滞在員としての訓練を始めた。2001年12月から2002年4月まで、彼はソユーズ TM-34 のバックアップのフライトエンジニアとしての訓練を行った。2002年3月から2004年2月までは、第9次長期滞在及び第11次長期滞在の訓練を行った。 2004年3月から2006年3月までは ISS の乗組員に選ばれて訓練を行った。2006年3月にはソユーズトマ -12 のフライトエンジニアの訓練を行った。この年後は第17次長期滞在とそれに向かうソユーズトマ -12 のフライトエンジニアに選ばれた。 乗組員は2008年4月8日から10月24日まで地球を離れ、199日間を宇宙で過ごした。この年子は、船長のセルゲイ・ボルコフ、宇宙飛行関係者のリチャード・ギャリオットと共に地球に帰還し、11時37分にアルカルイクの55マイル北方に着陸した。彼らはヘリコプターでバイコヌール宇宙基地に運ばれ、それから、 スターシティに向かった。二度目の宇宙遊泳を行うこの年子この年子は2008年7月10日にピアースから自身初めての宇宙遊泳を行った。彼とボルコフはソユーズとナマイナス12の宇宙船を点検し、ボルトを回収した。この宇宙遊泳は6時間18分続いた。7月15日にはこの年子は再びピアースから船外に出て、 2度目の宇宙遊泳を行った。この年子とボルコフは新しい実験装置を取り付け一つを回収した。また彼らは宇宙船の外壁にズベズダへのドッキングターゲット等の取り付けを続けた。この年子は青いストライプのついたオーラン宇宙服を身につけた。この宇宙遊泳は5時間54分続いた。ありがとうございます。